中にちゃんとに持ってきてますからね、萩原も。なんで引かないの。もう安全牌持つかな。松は一枚切れか。いや強気。これだとね、若干点数足りてないんですよね。ローソー引ければね。ローソー引ければもう何も問題なしです。まあだからシンプルにまあイーソー打って。あと1枚ありますね、ローソー。数本かありますよ、まだ。パーソ切るほどじゃないのかな。いや、パーソ切るんじゃないですか。あ、そう。はい。いや、数本かありますもんね、だってこれ。そういうのはちょっと乱暴なのかな。でも、パーソだね。パーソだよね、パーソ。パーソじゃないとも、両ソか数万とかですもんね。逆狙ってますからね。いや、パーソーに見えるな。でもチーソーがありそうってことか。チーソーがあるように見えるんでしょうね、パーソーすぐ切らないってことは。だからリャンソー打つかパーソー打つかってことかな。数万来てチートイツ。はあ。パーソー2枚見えてますけどね。これはもうチートイツに決めたっていうことですよね。そうですね。だからリーチだ。急走引いてリーチよ。スモウラです。これで今岡田がリーチ棒を出したので一人天敗の流局も中田の勝ちですね。本当だ。はい、岡田は積もって裏一、チーマン積もったら700-1300か。やめですけどね。いや、これ待ってください、チーマンありますよ。え、3枚ない。うわ、あるよ。一発なら文句なし。チューン。これ7万3枚ありますね。あら、これ7万積もると缶チーマンの受けになりますので、リーチ積も700-1300ですね。条件クリア。条件クリアですね。うわ、ちなみに数万が 1枚じゃないですかね。はい、4山で7万積もれば逆転です。あら、かなり有利ですね。いや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 、中田の初トップを許さないのか、岡田さやか。許さないのか。E ピン切るかな。 E ピン切って E ピンしかないですもん。ローピンもあるか。7万の行方です。神様はどっちを選ぶ、中田に対して試練か、それとも笑顔弾けるか。数層あと何回積も。あと5回。 うわ結構ありますよ。あれ、数アンコイン3点じゃない。3ウーピンなん。3ピンで番に2枚出てるんですよ。ウーピンは、え、誰も持ってないですよ。ウーピンに山。何は、何は番に1枚。1枚2枚残ってる。え、やめた。あ、やめたね。チーマンだ。1個回収。チーマンあと2枚。ロビン切って、さあ岡田7万積もれば逆転。なんなん、2枚目だ。ポンか。ポンでしょうね。3票2枚出てるんですもんね、ええ、あ、もうこれしょうがないですね。で、これでウーピンだけ、ええ、ただこのウーピンが2枚ある。スッチーマンがチーマン2の数万1の3枚、萩原のウーピン3票、ウーピンが2枚、ウーピンが1枚、ウーピンが1枚になった。数万1枚7万2枚、食い取った。上がんない。上がらない上がらない上がらない。この7番は岡田7番にらみつけてる。私の逆転トップだった。7番あと1枚ですね。7番あと1枚。7万積もれば無条件。あとは裏ドラね。4万積もった場合は裏ドラ。上がらない。7番はされた。萩原のウーピンが1枚、スッチーマンが1枚ずつ。私の7番トップだったのに。でもしょうがない、萩原も2枚目のなんだ、目に見えての7番だ。なくなった。4万積もって裏しかない。あと1枚、中田トップが近づいてきた。あと2巡、あと2巡です。あと1巡、あ、これであと1回か。あと1回だ。あと1周、あと1回ですよ。ちょっと待ってください。あと1回で岡田が数万積もって裏ドラ。そう、難しい条件ですよこれ。じゃなければトップ。トップ。もう萩原やめるかな。
萩原が背景で積もった場合はトイトイ三アンコウ何赤30006000はセーフですね。あ、48000もセーフだ。リーチも出てるから。あ、やめました、やめた。さあさあさあ、中田来たか。うわ、元の乃木坂、うわ来たか。 46M リーグに挑戦して11戦目、初のトップが近づいている。それを打ち破るのが岡田か。安全牌がない。何を切っても大丈夫何を切っても大丈夫M リーガーになって初めての直談判、ここは私に行かせてくれと祈った中田、その当番に応えたらこれから先は明るいぞ。安全牌がない。リャンピンか。リャンピンですよ。いや、まあ慎重にはなりますよ。リャンピンですね。一番通りそうなパイ選ぶしかないですね。リャンピン、あのリャンピンターツ手から打ってますね、両方とも。でワンチャンス、だって他は切れないもん。リャンピンしかなさそうですね。すごいね、これ筋ばっかりで。リャンワン、リャンピン、ローキュッソ、本当だ。でウソドラ表示牌ですからね。これもリャンピンですね。さあ、あとは数万があるかどうかですね。数万と裏、これで打っちゃったらどうなるか、ね、いや、もう中田の心中はもう察するにあまりありますが、こちらから見てる限りはもう全部もう岡田振り手になってますので、何を切っても論ができません。萩原の何本で食い下がっていったチーマン、いやー初トップのためだ。ここは時間をかけよう、悔いのない選択をしてほしい。皆さん少々お待ちください。初トップに向けての助走なんです。これが急走か、リャンピンになります、ね、さあ岡田数万あるか、初トップだ。うわー、初トップだ。なかなかだ。うわー、よかったね。今季初参戦のビーストジャパネクストのユニフォームを着て M リーグ初のトップになります。萩原も転敗司会しました。最後転敗しましたね、はい、岡田萩原の2人転敗での流局それすなわち中田かな、初トップです。11戦目、よかったね。今歴史に名を刻みます。ちょっと目に光るものがありますね、うん、ありますね、あるでしょう。いやー、この10戦苦しみましたよね。おそらく M リーグ、M リーガーになった自分を恨んだ日も後悔した日もそんな夜もあったはず。でもたどり着いたこのトップは何よりも美しい。何より自分が出たい、ね、出させてくださいって言ってトップだもん、ね、初めての直訴、初めて自分の意思をチームにぶつけました。それを受け入れてくれたチーム、そしてたどり着いた初トップ。ね、こんなドラマあります？麻雀で。本当ね。